バリージと、バリー・ウィリアムジと、バリー・ウィリアムジと、1978年5月13日帯は、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身の元プロ、野球選手、投手。左投げ左だ。オークランドアスレチックス在籍時には、2000年から、ティム・ハドソン、マーク・マルダーと共にエストリオ・ビッグ3を形成。以後4年で3人合わせて198勝。 チーム勝利数の50.5%を上げ、チームは2003年まで4年、連続ポストシーズン出場を果たした。サンディエゴ大学附属高校3年生の時に、リーグのファーストチームに選ばれ、に卒業。この年のドラフトで、シアトルマリナーズから59巡目、全体1586位指名を受けるが契約せず、カリフォルニア大学サンタバーバラ校に進学。 一年生の時に85.1投球回で123個の三振を奪い、全米一年生、ファーストチームに選出された。ロサンゼルスピアースカレッジに転校して迎えた2年目にも103、投球回で135奪三振、防御率2.62を記録し、シュートカンファレンスのファーストチームに選出。同校を卒業し、のドラフトで2度目の指名を、 テキサスレンジャーズから受ける3巡目全体83位が契約金5万ドルは高すぎるとして契約には至らなかった。その後サンディエコッパドレスでプレーしたいと思い入団テストを受けたが球が遅すぎるためメジャーでは無理と言われた。南カリフォルニア大学へ入ったジトは12勝3敗防御率3.28113.2投球回で154。 脱三振という成績を残し、パシフィック10カンファレンス最優秀投手に選出される。のドラフトで、オークランドアスレチックスから一巡目、全体9位指名を受けると、159万ドルの契約金で入団契約を交わした。開幕を、トリプル a のサクラメントリバーキャッツで迎え、サクラメントでは18試合に先発し、8勝5敗を、 記録した時点でメジャーに昇格。7月22日にメジャーデビュー。メジャー昇格していなかったら、シドニーオリンピックの野球アメリカ合衆国代表選出が確実視されていた。この年14試合すべてで、先発登板した児トは7勝4敗、防御率2.72を記録し、防御率は30イニング以上投げた新人投手としてメジャー1位。 新人王投票で6位に入った。は先発ローテーションに開幕から定着し、7月24日までの成績が6勝7敗、防御率5.01であったが、以後の成績は11勝1敗で8月と9月と、連続で月間最優秀投手を受賞した。シーズンを通しての成績は、17勝、リーグ6位、防御率3.49。 同8位205奪三振、同4位という成績を残し、ジとは、ティム・ハドソンやマーク、マルダーと共に、先発三本柱、ビッグ3と呼ばれるようになった。223勝5敗という成績を上げ咲いた勝ちを獲得し、1986年のロジャー・クレーメンスが受賞して、以降では最年少、球団史上5人目のデニス・エカーズリー以来となる、サイヤング賞を受賞した。 勝率818話にシーズン27勝を記録したボブウェルチを上回る球団史上歴代4位。12月に FA が近づいたハドソンとマルダーをアスレチックスがトレードで放出。これによりビッグ3は解体され、ジトはチームのリーダーとなったがトレードされるのではと言われる中で開幕を迎えた。4月は0勝4敗と不振に陥った。 チームを引っ張ることができずにいたジトは、かつてのチームリーダーのジェイソン・ジュアンビにアドバイスを求めり、スライダーやツーシームファストボールを投げるようになった。7月には6戦6勝で月間最優秀投手に選出され、9月にあばらネがずれても登板を続けた。当時のアスレチックス監督であるケンモッカは、バリーの成長は見事だった。過去のバリーは、ハドソン、マルダーに次ぐ。 第三の男で満足していた。だが、自ら、リーダーとして立ち上がるようになった。彼は次の段階に進んだんだとジトの精神面での成長を認めた。しかしその一方で、運の要素を排除する DIPS という指標をとにして算出さた、ジトの成績は年々加工を続けていた。7月に代理人をアーンテレムから、カワリスコット・ボラスと契約。 シーズン終了後の11月1日に FA となった。FA となったジトの獲得にはマリナーズやメッツ、レンジャーズなどが乗り出した。12月29日にサンフランシスコジャイアンツと契約した。契約総額は当時の投資史上最高額となる7年1億に600万ドル。8年目の2014年は1800万ドルの球団オプションで違約金は700万ドルである。 和不調で前半戦は6勝9敗。スロースターターなので後半戦に盛り返せるかと思われたが、後半も5勝しか上げられなかった。打線の援護も9イニングあたり3.87点と、リーグワースト3位で、11勝13敗で自身初の負け越しとなった上、防御率も前年より0.70悪化した。七年ぶりに投球回数が二百イニングを下回り、八月五日の パドレス戦ではメジャーで初めてリリーフで登板した。にはさらに不審が深刻化した。4月末までに開幕6連敗、防御率7.53という成績を喫する。これは以降ではのデーブ・スチュワートのマイク・マルオスに続く3人目の記録となってしまった。この不審の結果、4月7日のホーム開幕戦のセレモニーの選手紹介ではファンから唯一ブーイングが起きた。 4月28日にチームはジト藤中継ぎに降格させることを発表したが、中継ぎでの登板はなく、5月17日までに先発投手では球団ワースト大記録となる開幕8連敗を記録した。ジ藤はこの大不振から立ち直って見せると誓い、後半戦は6勝5敗で勝ち越した。シーズン通算で17敗はリーグワースト、吉久は100の大台を上回った。 は、10勝13敗と負けコスモ、防御率は、ジャイアンツ入団後最高と、改善の兆しが見えた。は、開幕から6試合で5勝を挙げる好調で、6月12日には、フルスのアスレチックスから白帽子を挙げ、在籍に9段目にして、メジャー全39段からの白帽子を達成。しかし後半戦は2勝10敗と負けが込み、ポストシーズンのロースターからも外れた。 は、右足の怪我で故障者リスト入りしたが、その後復帰。しかし8月13日の試合で右足首を負傷し、トリプル A に降格。その後も登板はなかった。は、怪我から復帰し、4月9日のコロラドロッキーズ戦に、先発。アスレチックスに所属していた2003年以来の、完封勝利を挙げた。6月3日のシカゴカブス戦では、通算150勝を達成。 防御率こそ例年並みだったが、15勝8敗と移籍後初めて勝ち星を先行させた。セントルイスカージナルスとのナショナルリーグチャンピオンシップシリーズでは5試合目に登板し、7に3回を無失点に抑え勝利投手となった。自身初めての出場となったワールドシリーズではこの年不振だった。ティムリンスカムに代わって先発ローテーションに入り、1試合目に登板し、 ジャスティン・バーランダーとの投げ合いとなったが、5-2、3回を1失点に抑え勝利投手となり、2年ぶりの世界一に貢献した。11月2日に1800万ドルの球団オプションを破棄され、FA となった。は休養し、2月17日にフルスアスレチックスとマイナー契約を結ぶ。参カのトリプル A 級ナッシュビルサウンズでプレイし、リーグ3位の防御率3.46を記録。 9月16日にメジャー契約となり40人枠入り。初先発となった9月26日のジャイアンツとのでは、かつて共にビッグ3を形成したティム・ハドソンとの投げ合いが実現した。この年は復帰当番を含め3試合に投げ、防御率10.29を記録した。シーズン終了後の10月19日に現役引退を表明した。オーバースローから2種類の速球。 フォーシーム、ツーシームとカーブ、チェンジアップ、スライダーを投げ分け、球速自体は遅く、キャリアの前期にも時折9 2ル p h 約時速1 4 8トルに達する度であり、その後は選手生活を通じて下がり続け、2006年の速球の平均球速は、85. 8 5 8ル p h 約時速 138.1km とアメリカンリーグでも 屈指の遅さであるが、球の出所が見づらい投球フォームとズバ抜けた腕の振りの速さにより浮き上がるような軌道のフォーシームを投げる。特に大学時代に速球と見分けのつかないフォームで投げられるようになった時の12時から6時の軌道を描くと言われるカーブは変化が大きく、一郎はまるで2階から落ちてくるような落差の大きいカーブと評した。 これほど落差の大きいカーブを投げることのできる理由には腕の振りの速さと上から投げる角度の良さのあり大抵の投手が中指で回転をかけるのと違って人差し指を縫い目に引っ掛けてボールを投げるしかし請球に関してはその曲がりの大きい変化球が災いしてかあまり良くなく2006年の99、吉宮はリーグワースト2位だった 最大の長所は健康面での不安とは無縁であることである。2000年のメジャー初昇格以来2006年までの7年間、先発ローテーションに定着してからそれを外れたことが一度もなく、6年連続で200投球回を超え、その間に先発登板数で4度リーグ1位となった。しかし不振に陥った2007年には、投球回が200を下回り、 自身初の救援当番も経験した。当番日以外の日は、レフト線上のあたりにいる相手に、センター方向に遠ざかりながら、ボールを投げ、センターの守備位置程度に達したら80メートル ph ほどのスピードのボールを投げながら、ゆっくりと金ンていくキャッチボールを30分かけて決まって行っている。音楽一家に生まれ、ギターの腕はプロ級で、 ヘビーメタルバンドを組んでいたこともある。また、ヨガとテディベアをこよなく愛するなど変わり者として認知されており、異星人と表現されることもある。父上は作曲家、編曲家として、母ロベルタはコーラス歌手として、共に1960年代のナットキングコールの活動に携わっていた。おじは、米人気ドラマ、ダラスで、ボビー・ユーイング役を講演した、パトリック・ダフィーである。 自と自身もドラマ出演の経験があり、犯罪捜査官ネイビーファイル第9シーズン、疑惑の一撃に、海軍野球チームの投手で、故意に、相手打者へ支給を与えたと疑惑をかけられる、クロフォード創薬を演じている。また引退後は俳優への転身希望があることも口に、したことがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。